こんばんはでございます。もうこうなってしまったら動けないですね。現在18時なんですけれども、18時にお布団でゴロンってなってしまったらもう人間って何もする気が起きないですね。ただ夕飯を作らないといけないなっていう気持ちはありますので、動かないといけないですね。毎回自炊してるんですよ、私、節約のために。ただね、こうやってもう動きたくないっていう時は、なんて私は冷凍食品を常々常備してないんだって自分を責めたくなるんですよ。この気持ち共感していただける方いますかね。特に欲しいのは冷凍大盛りパスタ、これ重要、大盛りが重要なんですよね。冷凍パスタのね、今私が一番食べたいのはカルボナーラ、ダントツでカルボナーラなんですけれども、そんなものはないので今日も自炊頑張っていきたいと思います。とはいえね、全然動きはないんですけれどもね、もうなんかもう足なんか上げちゃったりしてね、あんまり見せたくない姿もちゃんと見せる。私ですね、もうなんか携帯いじっちゃったら、なんか分かります、何回も同じこと言うんですけど、その X とインスタグラムを往復する作業ね、 X インスタグラムシャトルランっていうのを毎日一人でやっております。お布団の中で本当にね、廃人生活極まりないんですよね。うちのみーたんです、こんばんは。愛しているみーたん、この子がいるからね頑張れる。いや正直この子がいなかったら私もう私生活ボロボロですよ、本当に。だからね、みーたんにいつも愛してると伝えてるんです。そして私はみーたんの飼い主であるために、今後もね、健康な飼い主であるためにご飯ちゃんと作っていきますよ。この間まではね、この間って言っても3年前くらいまでですか、3年前はね、もう食べたいものばっかり食べてたんです。ペヤング、ブブカっていうのはね、皆様ご存知の油そばですよ。油そば、なんだったっけあれ、コンビニとかで売ってるやつですよね。ただまあこういうね、インスタント麺、そういうのは体に悪いっていうのはね、分かっていたけれどもやめれなかった。でもついにやめた。なぜならばもう30になるから、28歳なんです。28歳でね、もう7月になったら29歳になりますわ。私ね、生年月日平成7年7月7日ラッキーセブンな男なんですけれども、これですよ、まさかのこれですよ。ねえ、どう思われるか、まあ人それぞれのご想像にお任せしますが、はい、タレを作ってまいります。みりん、甜麺醤、醤油、お砂糖で、こちらをですね、OK、こちらなんて言うんだろう、これ実家で親からもらった唐辛子です。実家の親からの差し入れ、唐辛子でした。混ぜぜしていきます。はい、これがタレですね、お野菜のタレ。毎日もお野菜を摂取しまくってますね。なんかお野菜って意外と満腹になるんですよ。てかお野菜食べなかった時期があったんです、昔はね。あんまりその自炊はするけど肉ばっかみたいな、そういうことを若い時しませんでした。だからこそですね、もうすごいイライラしてたんですよね。でイライラがなくなった時期もあって、その時イライラしなくなった時期とイライラしてた時期を比較したら、やっぱり野菜を摂取してる量が違うなってことに気づいたんですよね。こういうね、キノコ類とかすごい安いですよ。私ビッグ A っていうスーパーで買い物してるんですけれども、このキノコはね68円でしたね。ブナシメジ、マイタケとエノキは決まって68円で売ってるんですよ。でこれ鶏胸肉は解凍したものです。この鶏胸肉もね、1キロ600円で買いましたね。国産ですよ、すごくないですか。本当にね、お得に買い物できるなって思います。このお得に買い物できるのも、もう本当に節約を10年くらい続けてるからですね。もうすごいな。節約ってなんか、もはや、そうなんだろうな、お金を守りたいっていうよりも、節約というゲームを達成できた喜びに浸りたいからやってるって感じですね。本当に娯楽感覚でやってます。はい。で、これはまあちょっと鍋感覚で茹でていきますよと。まあこれが美味しいんですよね。で、味付けにはね、醤油、酒など入れました。で、オイスターソース入れるの、これ大事です。オイスターソース。結局ね、ウスターソースよりもオイスターソースなんですよ。自炊イコールオイスターソース買っといた方がいいです、絶対に。これから一人暮らし始める方、まあちょっと遅いですけどね、5月なので、この動画載せてるのが。
一人暮らし始めて、まあ、自炊どうすればいいか分かんないって悩んでらっしゃる方はですね、ぜひともオイスターソース買ってみてください。自炊の幅が大幅に広がりますのでね。続いてこちらケトル味噌汁の準備です。私はですね、節約の代表のレシピとしてこのケトル味噌汁を推奨しております。まあ、節約というか、あのコンロが一つしかないので、もう味噌汁作ってるのめんどくさいんですよね。味噌汁のためにわざわざ茹でるのめんどくさいので、ケトルで味噌汁作ってるって感じですね。でこちら茹ででしていきます。茹でで代用、でで代用みたいに言いましたね。こちら茹でさせていただきましても、結局こういう鍋が一番美味しいんですよね。うん、幸せだ私は。もうちょっと茹でさせていただきます。でこちらのね、ケトル味噌汁についてなんですけど、なんか虚しいね。ポツンってなってたケトル味噌汁、虚しくなかったですか今ね。うん、まあいいや。とりあえずお野菜茹で終わりました。茹でるっていうかレンチンね。これね、結構ね、甜麺醤なので甘い感じになってますね。豆板醤が家にあればよかったなとは思ってたんですけれども、やっぱ調味料って一つ一つがね、結構ね、値段するんでね、買いに行くのがめんどくさいんですよね。うん、理由どっち？理由どっち？最近はね、私あの、炒め物をやめようと思って、炒め物は食べますよ。食べるんですけど、あの基本的に茹でる系を食べようって決めました。うん、なので今回も茹でてるんですよね。まあそれは健康面なんですけれども、そのためにあのサラダ油を買うのをやめたんですよ。オリーブオイルにしました。オリーブオイルにすることによって健康的になると。で、続いてこちらタケノコキムチでございます。国産タケノコキムチね、これめちゃめちゃ美味しかったですね。ちなみにこの竹本ピアノって言いそうになった、タケノコキムチなんですけれども、以前あのオフ会をした時にあのファンの方がですね、くださったものです。竹本ピアノって、うん、タケノコ売ってちょうだいってねえ、本当にね、このタケノコピアノ、もうなん言えねえわ、タケノコピアノじゃない、タケノコピアノタケノコピアノで合ってる、合ってない、タケノコキムチ、もうなんでピアノな、タケノコキムチ美味しいね急に誰。うん、これケトル味噌汁とうとう準備していきますよ。こちら沸いたお湯を入れましてですね、なんとこちらを混ぜぜしていきます。これね、毎回ね、うん、思うんですけどね、絶対味噌溶けてないんですよ。うん、もうケトル味噌汁って私10年前からやってるんですけど、味噌が溶けた試しがねえんですよ。うん、でもいいんですよ、わかめ多いから。髪の毛をに潤いを与えるための手段なので、味噌汁っていうのは、うん、皆様味噌汁はなんか温まったりとかそういう目的で飲んでるでしょ。私違うんですよ、ハゲたくないの一心なんですよ。金髪はしたくてしてるんですけれども、まあ、とはいえね私あのハゲたくないです。はい、なんとかしてね、一生懸命乗り越えていきたいなと思っております。はい、これ盛り付け消してまいります。うん、いやこれ美味しいですよ絶対に。うん、オイスターソースと醤油と酒と砂糖、もうこれで完璧でございますね。幸せ。ちょっと余らしたものはね、明日以降食べます。作り置きはね、やっぱ節約において大事でございますからね。美容にも完璧、左右でございます。これはね、ケトル味噌汁の、お湯をちょっと多めに沸かしておいて、左右で健康的って感じですね。で、続いて私準備するのが納豆でございます。もう納豆がないと生きていけん、広島弁が出ましたよ。納豆ってほっ本当に幸福度上げてくれますよね。ただ海外の人からすると、あの一番苦手な日本食っていうのはぶっちぎり1位が納豆らしいですね。納豆美味しいですけど、でもね、やっぱね、その文化がない方からしたら納豆って怖いですよね。うん、私が幼稚園の時かな、幼稚園の時にお泊まりに来てくれたお友達が、そのまあうちでご飯食べるから、うちでは当たり前に納豆が出るので、納豆を出した瞬間にその友達がうわーって言って押し入れの中に隠れたんですよね。押し入れの中に隠れるのはちょっと大げさかもしれないんですけど、ただまあそれくらい納豆を毛嫌いされている方もいるということなんですよね。まあそういうことは理解しないといけないなと思いました。スタ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 ということで、夜ご飯完成でございます。玄米です。こちらの玄米は精米しなくて済む、実食してまいりましょうということで、あららミータンがもうね、クローゼットと一体化されてますね。もうカメレオンみたいな感じになっちゃってますね。うん、でもね、私はミータンのことをすぐ見つけられるよ。クローゼットと一体化してもすぐ見つけられる。なぜならもう8年間生きているウサギですからね。もう素晴らしいね。うん、もうおじいさんですよ、還暦のウサギさん。うん、これからも長生きしてほしいなって末永く思いますということで、いただきます。もうちなみにね、私もお風呂入ってるんですよ。うん、19時くらいなんですけどね、今現在。
私ですね、お風呂もう15時くらいに入っちゃってるんですよね。基本的に休日はもう大体15時くらいに入ってます。はい、ちなみに私が普段しているお仕事なんですけれども、在宅ワークなんですよ。在宅ワークで、もう大体ね、朝4時に起きて、でそこからジョギング、筋トレ、顔トレ、ほうれい線を消す顔トレっていうのがあるんですけど、まあ、それして日記書いて、でそれで、まあ、いろいろおのおの更新して、そこから、まあ、いろいろ本当にお仕事を頑張ってます。はい、写真撮ります。うん、これは自己満足でございますね。このわかめをあげる写真をね、わかめ多いって思って撮ったんですけど、別にどこの SNS にも載せてないですね、未だに。うん、未だに載せてない。載せろよって話なんですけれども、まあまあそれは私のこだわりとしてお許しいただけたら幸いでございます。いや、これね、こんにゃく最高なんですよ。こんにゃくって1個58円なんですけど、もう満腹度すごい。うん、しかもこんにゃくって食べたら体が綺麗になるっておでんくんって言ってたので、あ、このタケノコピー、タケノコキムチ美味しかったです。もう、なんで言い間違えるの？もう一回言い間違えちゃったらもうそのループに突入しますよね。まあまあ、それで悪いとは思っていないので、全然いいんですけれども、もう野菜たっぷりで幸せですね。これに卵があれば完璧だったんですけれども、冷蔵庫に卵が入ってなかったんだ。仕方がない。うん。卵かけご飯食べたかったですね。卵かけご飯にさ、かつお節乗せたら、もう完璧よ。うん、もう本当に例えるならば本当に完璧、もう全然例えてないんですけど、全然例えてないんですけどね、うん、このタケノコキムチと、言えた、タケノコキムチと納豆と卵を入れたかったな。うーん、タケノコキムチもう一回くださいねだるおじさん、ねだるおじさんですね。ねだるおじさんっていう発音面白いな、我ながら。でこの納豆なんですけれども、私ね、好きな納豆のね、パッケージっていうのがあって、パッケージっていうか納豆の種類っていうのがあって、それがね、わさび納豆なんですよね。皆様食べたことあります？わさび納豆ね、わさびがたくさん入っている納豆なんですけれども、まあ、名前の通りですよね。意外とね、そのわさびのツーンとした感じと納豆がすごい合うんですよ。納豆は正直からしじゃない、わさび、うん、これはね、私断言させていただきます。納豆からしよりもわさび、せいせいせいって言ったやつが言えよって話なんですよね。うん、まあ、そんなこんなで私は今幸せをかみしめております。あ、そうだ、さっき話した話は私のタイムスケジュールですよね。4時に起きてから仕事していて、でそれでだいたい16時間断食しているので、まあ、12時13時くらいに朝ごはんを食べます。でそれでちょっと落ち着いたら、でなんか朝ごはん食べたらだいたいね、眠くなっちゃうじゃないですか。でそれでね、寝たらいけんなって思って、まあ、15時くらいにお風呂入るんですよね。で、まあ、そっから、まあ、もう一寝入り頑張ろうかなって思った結果、今日は18時にはもうお布団でゴロゴロ携帯いじってましたね。 X と Instagram の往復作業でございます。みーたん、どうした、壁ばっかり見やがって。私も壁見ながら夜ご飯食べてるけどやな。なんか飼い主と一緒ですね。まあ、気になるですよね、ミータンのこの姿。ミータンね、ちょくちょくあるんですよ。この壁を見つめるだけの仕事。うん。まあ、でもミータンはね、飼い主に癒しを与えてくれるのがお仕事でございますから、何してもいいんですよ、正直。うん。まあ、ちょっといたずらしすぎたら、もうこらーとはなってしまうんですけれども、まあ、ただね、こういう感じで、ね、本当にそばにいてくれることがお仕事なんですよね。うん、だってね、まあ、なんか言うたらさ、ペットがお金を生み出してくれるとか、そういうことはないですけど、給料をね、稼いでくれるとか、そういうことではないですけれども、ミータンがいることによって、私の人生のモチベーションが上がっているので、もういわばサポートですよね。サポート。素晴らしいですよね。なんかシンデレラみたいな感じですね、私。シンデレラ、うん、わかんないですけど、なんか、私がプリンセスみたいな感じでね。なんかプリンセス系の映画って、なんか動物がサポートしてくれるじゃないですか。僕がそばにいるから大丈夫だよ。私なんて一人じゃ無理だわ。大丈夫だよ、お姫様。あなたが、私がいれば、あなたは全然大丈夫。って言ってサポートをしてくれて、で、お姫様が頑張るみたいな。だから、マヒロってお姫様なんです。こんな黒縁メガネのお姫様おらんけどな。急におっさん。黒縁メガネのおっさん。まあ、黒縁メガネのおっさんはいいとして、ほら、ミータン。ミータンね、これ何見てると思います？未来見てるんですよ。私の未来見てくれてるんですよ。ミータンが見てくれた未来は一体どんな未来だったんだろうね。うん。ミータンの未来。未来の未来みたいに言いました。はい。美味しかったです。で、このパジャマがもう本当にお気に入りなんですよね。
ドンペンくんとクロミちゃん。このクロミちゃんが笑ってる姿がいいですよね。何を喋ってるんでしょうね。ドンペンくん何言ってるんですかね。マヒロはヒーロー。マヒロはヒーロー。クロミちゃん、あははは、プリンセスだよって。OK です。本当に OK。OK です。もうヒーロー。マヒロヒーローっていうダジャレに触れずにプリンセスだよっていう指摘をするクロミちゃんがシュールすぎた。まあまあそんなことはどうでもよしとして、はい、いただきます。もう食べてますけどね、ティッシュの位置がだいぶ変わりましたけれども、ティッシュさっきね、あの手前にあったんですけれども急に奥に行きましたね。うん、まあ、これは何かしらの理由があるんでしょうよね。覚えてないですけれども、うん、これ本当に美味しかったです。やっぱり納豆ご飯、そう、納豆ってもう常々家に置いときたい。なんか納豆がないと、納豆があるないで本当に人生変わってきます。うん、皆様、納豆とメカブとオクラと卵、これね、ご飯ぶっかけてください。最強ネバネバスタミナ丼です。あとトロロ入れてほしいな。でもトロロってね、めんどくさいんですよね。そう、トロロ、山芋買うじゃないですか。山芋だったっけ、長芋だったっけ、まあ何でもいいんですけど、その芋系をあのすってる時大体手がぬるんってなってからね、怪我しちゃうんですよね。だから皆様、あのトロロ作る時は本当に気をつけてください。そしてトロロ食べ終わった後って、その顎あたりが痒くなるんですよね。うん、そういう、なんて言うんだろう、ドロドロ系って口周りにつくじゃないですか。どうしてもどんだけ食べ方が綺麗でもついちゃうんですよ。うん、だからこそ体が痒くなっちゃうんですよね。本当にね、そういうの気をつけた方がいい。あの朝ごはんでトロロ出てた時があるんですよ。ありがたいですよね、朝ごはんからトロロ出してくれる親で。それで、食べたんですよね。そしたらですね、もう体がね、もううー、痒いよってなっちゃって、でそのまま学校行ってた記憶ありますね。いや、今思えばさ、その朝ごはんを毎日作ってくれてた親にはすごい感謝なんですよ。ね、朝ごはんでね、もう鮭、なんか鮭のね、うちの実家の朝ごはんの定番っていうのは、ほうれん草とベーコンのソテーと、あと鮭の、なんかその、切り崩しっていうんですかね。その、なんか綺麗な鮭は高いので、その、言ったらもうサイズバラバラの鮭を毎回買ってくれてましたね。うん、あとウインナーもありましたね。うちのお母さん味噌汁うまいんすよ。うちのお母さんね、カブとか入れてくれるんですよね、味噌汁に。ね、私の味噌汁見た？味噌とわかめを。うん、まあまあ髪の毛がいいからいいんですけれども、私多分一度もカブ調理したことないんじゃないですかね。カブの調理の仕方、正直言っていいですか？わからん。あれどうやるんですか？ね。大根と株の違い未だに分かってないっていうね。10年自炊して何それ。いや、分かってないっていうか、分かってはいるんだけれども、なんかまあ、大根でもよくねって若干思っている自分がいる。うん、これ共感していただけたら嬉しいんですよね。わかめと株と豆腐、そしてたまにですよ、さつまいもが入っているんですよ、うちのお母さんの味噌汁で。うわ、食べてー、マジで。ちょっとお母さん、郵送で頼む味噌汁送ってくれ。なんだったら30日分小分けにして送ってほしい。もう電話しろよって話なんですけどね。うん、ただね、これね、恥ずかしい話ね、情けない話ね、親にあんま連絡できてないんすよ。うん、月に 1,2 回くらいですね、多分連絡してんの。うん、でも、ね、理想ってどうなんですかね。一人暮らしをされている、まあ、男性の方々、まあ、女性の方々ももちろん全員ですわ。親とどれくらいの頻度で連絡されてるんですかね。なんかやっぱりそのまあ僕も良くないんでしょうね。そのプライドが高いっていうのがあるんでしょうよ。親とあんま連絡取れてないんですよね。で、親がきっとね、まあ変な話ね、親が亡くなる寸前とかさ、に多分後悔するんでしょうよ。うん、もっとあれこれしとけばよかったって後悔すると思うので、実際ね、私一人暮らし始めた当初と比べたらやっぱり親のことを考える頻度っていうのは増えましたし、やっぱね、年を重ねて分かっていくんですよね。そしてね、一人暮らしを始めた当初って本当にそのなんか開放感があったんですよ。そして私って本当に生粋のいじめられっ子で、で家に帰っても正直親に喋れないこともあったんですよね。うん、まあそれくらい、まあプライドもあったのか分かんないけれども、普通にまあ皆様にもまだ伝えられてないような、いじめとかもまだまだあるんですよ。僕たちショート動画で結構いじめの内容とか言ってきたんですけど、うん、そこから解放されたっていうのがすごい嬉しかった。うん、本当に。うん、毎日毎日、まあ、そんな悲しい話はいいわ。とりあえず、洗い物終わりました。ね、もうこの洗い物だけにね、いじめの話も、水に流させていただきました。水に流すってはないんだけどね。これ、いつかね、
独立洗面台の家に住みたいなと思っている次第でございます。歯磨きして、私は寝ます。本当にね、もうこれでいいんですよ。こういう人生が私にとって幸せでございます。エアポッツでなんか聞いてます。うん、ダラダラーと最後一人語りして終わります。リード剥がれました。昨日からなんですけど、今5月1日でゴールデンウィークなので、もう、まあ、ゴールデンウィークではないんですけど、まあ、ゴールデンウィークみたいなものじゃないですか。なので今からネイルサロン行くとちょっとね、電車とか混雑する可能性もあるので、電車混雑するのは平日か、じゃあ大丈夫かってなったらもうこの話聞きなくなっちゃうんですけど、なので、もうこれは諦め目ですね。諦め目ダメよ。いったん今日も幸せだったぜ。愛してるんだぜ。あのよ。現在のまひろのイベント情報。メンバーシップマヒラー、メンバー限定の週1回のオフ動画、月2回の生配信、メンバー限定のチャットルームなど豪華特典が盛りだくさん。私マヒロの果敢な挑戦する姿がさらに間近で見れるメンバーシップマヒラー、月額590円。未来をより明るくするための活動を応援してくださる皆様の入会を心よりお待ちしております。入会はウェブ版のチャンネルページからどうぞ。